っちゃんくんのご飯、ほっちゃんのご飯のすぐ横には何でしょう。何かが届きましたよ。はい、待望の猛暑対策に、あ、こんな感じで入ってる。よいしょ。はい、ちゃんくん、おいしいご飯をいただきますの横ではこれ、このような感じです。なんだったっけ、バルーンじゃなくて、スノーマンじゃなくてベイマックスウェア到着です。さあ、ロケンパパが来ているとか、あ、これ装着するとこも撮った方がいいかな。はい、これが使用説明書、取扱説明書ですね。このような形でファンを取り付けてください。こうだよこうだよってなってるのね。はい、わかりました。取り付けます。はい、今こっちには付けましたが、これを一度このように分離させます。そしてですね、この穴の体の方、内側の方から平らな分を、そしてこれを、見えなかったか、もう一回見せましょう。よいしょ、こうですね。はい、内側から台ですね、平らな方を入れて上からネジで留めるだけ。これをきっちりやりましょうということですね。はい、大丈夫。はい、ファンの方は取り付けました。今度は内側ですね。内側にこれを線をつないでバッテリーとつなぐだけということですね。この2つ、短い長いがあるな。短いを右方向。はい、どこにつなぐねん。は？中じゃない？つなぐとこついてません。プチってこうやるって書いてあるよ。プチ、ほらここ、どこにプチがついてる。あれ、じゃあ外側、なんか下のところに刺すところがついてる。僕、絵が書いてあるよ。あ、これか。これってことは、はあ、どこかから外に線が行かなきゃおかしいよね。内側から、もうすでに間違えたか。先に取り付けちゃいけないってこと。線をつけてから。いや、だってこれ3だよ。で、あ、わかりました。大事なことが間違えてました。これ内、外、外が平らです。やり直し。内側にボコッと出るんだ。こうでした。そうだよね。だって扇風機がさ、これについてるもんね。はい、ここを平らにやらないとダメよってなってましたので、はい。そしてこれ間違えたところも全部動画で出そう。そう、扇風機外側でいいんだって思ってたんだ。これは見た目を気にしてんのかな。
外から見てボコって出てるとさ、なんかさ、だって扇風機ってさ、普通のお部屋で使う扇風機もこっち側がこう風が来ると、それはどっちに回せばいいかだけの話だとは思うけど、わかりました。これでこうですね。そうね。よいしょ、また画面の外でやっちゃった。はい、つないで。テーブル固定用面ファスナーって書いてあるよ。こちらも面ファスナー。これだね。これにポーセット。はいはい、ポーセットっていうか、それで固定するってことだね。どんな形で、あ、線だけつなげばいいか。これまっすぐ伸びた状態で、こういうふうにやります。そして、これがバッテリーなんですが、バッテリーって中だけなのかな。これ直でつなぐのかな。なんかちょっと絵が違うね。これと。これだとこうやって2箇所についてる。これはこの状態でつなげる形のようですね。はい、出来上がりで、内ポケットがここについています。ね、この中にこれを収納すると。このバッテリーはそこそこの重さがありますね。うちのご老人ちょっとつらいかな。はい、できたはいいんですが、どうやると回るのこれ。このここですね。こっちがプラス、これね、老眼だとよく見えないんですよ。これただの掘ってあるだけのプラスマイナス、この表示ね。これ本体の真ん中に近い方のこの矢印、これがプラスです。こっちはマイナスですね。で、オンにするときにはプラスを長押しなんだそうです。ということはこれを、はい、長押し、うん、来た、うん、来た来た、はいはい、来た。はい、今これは6段階中6になっているので、あ、 1回押すと3になったよ。さっき4って出てたね。はい、これ1、2、3、4、5、4段階じゃん。うん、4段階。そっか。4段階で、そこに、うん、真ん中に出る数字、うん、9とか、0から9の数字は、電源が残量なので、0が0から 5%。じゃあ、これは今 60% になってるってことね。6ってことは、55から65%だ、うん。はい、わかりました。じゃあ、使い切ったらまた、でも最近のリチウム、バッテリーは使い切らなくても充電していいよってなんか言ってたけどね。で、今度はマイナス方向、こっちですね、を長押しすると停止します。これをさ、この内ポケットに仕込んで、はい、完成です。このような形です。これね、これをはい、電気のついていない場合こんな感じですね。そしてどっちだ、ここになるんですか。来てしまうと左のここですね、ここにバッテリーが来ます。おーおーおー涼しい、涼しい。室内で来ている限りはかなり涼しいですね。脇の下にまで、これこっから風が出てます。うんうん、あ、いい。それ何になってるの ?4? ちょっと待って、ね、
4だったね、一番強い状態。あ、そっか。はい、これは2ぐらいですね。うん、なんかお母さんにはあんまり強くない方がいいのかなって、うん、まあ普段ね、このぐらいでいいかな。しかもこれってさ、うん、そんなにベイマックスじゃないね。そうだね、あれで見た時に、うん、ネットでさ見た時に、うん、これを着てるお兄さん結構さ、うん、普通っぽかったもんね、うん、あ、いいかも。他のは大きかったけど、一番ベイマックスでこう膨れ上がった状態で恥ずかしいかなと思ったんだけど、これね、うん、ここからあ、そうね、空気がよく出るの、うんうん、首筋がスーッと涼しいので、うん、あ、これいいぞ。なんかそうやって書いてあった、さっき見た時、うん、首から風が出て、はい、快適。このマルハンじゃなくて、なんだっけ、ゼン、マルゼンじゃないや、ヤオゼンじゃないや、ヤハン、違う、ヤマゼン、あ、そうだね、ヤマゼン、ヤマゼンの、空調服ですね、全部で1万2000円ぐらいで買えました、どうでしょうか、はい、終了、はい、倒しを忘れない、これです、こんなやつです。ほら、こんなやつでした。山善さんです。